三和交通は今月13日からタクシー配車アプリディディ専用のドライバーの募集を始めました。専用ドライバーはアプリ注文のみを受け付けるため、走行しながら客を探すいわゆる流しの営業が不要で、給与形態は従来の歩合制ではなく時給制のため安定した収入が見込まれます。時給1000円ともう固定で給料に反映するっていうのは仕事してても分かりやすいんじゃないかなと。タクシーの仕事に興味あるけれども一歩前に出られないなっていうような方はぜひ連絡いただければご説明したいなと思います。コロナ禍以降タクシー業界全体で人材不足が続いていますが、三和交通では配車アプリ専用ドライバーの導入によって幅広く人材を採用できるのではと期待を寄せています。